ブルフラットがよく効いてる時に試したかったのがミキーヘッド銃皆さん14時15分です。延長しますか。5分後に起きてなかったらセクハラします。頑張ってください。ブルフラが釣れるのは分かったんでミッキーヘッドジグでなんか違うワームをつけて似たような魚が釣れるか試していきたいと思います。まあ千葉県だからねミッキー釣れるでしょ。いやさ寝起きに毒全開ですけどねあなたのハートが強すぎるだけですよそれはちょっとね違うんですよ多分。なんとか関東で55アップでも53ぐらいまではポロポロ出てるしまあ三島はどうかわからんけどなんか57ぐらいまで頑張れば通えばいけそうな気がするんだよな。結構出てない ?57 って数字までは最近。うまい人なんですけど釣れるよめぐたさんだってもう50アップはもう余裕だったわけでしょ。そんなに引かなかったみたいな感じで言ってたよおお言うね言うねうん引かない57かけりゃいいんじゃんガリガリガリクソン57うんまあね今の時期ブリブリだからな45で46で引きだからな末恐ろしいうんとめぐたつさんの46はよく引いてたな。みんなボート下潜ろうとするよねかけたのここ最近のまあこの前の42もすごかったけど引きは。突っ走りランキングであいつが一番走ってたんじゃないかな先日のね。あれ脳死か岩盤機能しねえな。こんなに人打ってる感じなかったんだけどうん。あっちのお昼寝してたあっちの全部稜線が日陰になったエリアがまあいいはいいんだけどまあもったいないからちょっと太陽当たってるとこも打ちながらまあ行ってもまだ時間はあるだろうからなんでやねんどうすっかな。よっしゃよし今回はねいろいろ変えてきたよ。あジグを変えた。丸のみ、ミッキーヘッドジグ。ここはね、どこだかっていうと、千葉県だからね、ミッキーヘッドジグにブルーフラット。で、ナイスサイズのバスくんね、こんな感じで釣れてくれました。こっちだね。45センチ。45センチ釣れました。イエイ。じゃあ、逃がします。ありがとう。釣れた。ちょっとタックルなんですけども、ジグストでちょっと使えないかなと思って、このミッキーヘッドジグの2分の1オンスにブルフラットの 3.8、ちょっと小ぶりなセットに変えて、で、グラビアスとレジスタ 708。そんな組み合わせでやってみております。じゃあ、引き続き夕まとめまで頑張ってみます。